全国のサッカーファンの皆様、こんにちは。冷たい風がピッチの上を駆け抜けていきます。とうとうここまで来てしまいました。 JFL 最終戦、エステーラ、この一戦に待望の J リーグへの切符がかかっています。今日の対戦相手はリッチョ、注目の一戦です。さあ、キックオフです。エステーラ、今日は 4-4-2 のシステムで臨んでいます。島野、左に叩きます。ああ、どうしたんでしょうか。これはカットされます。河野、大きくクリア。手元の時計で30分になろうというところ。エステーラ、さあここからリズムに乗っていきたい。松岡、まあそれしかないでしょう。松岡、巧みなボールさばき、ゴール前綺麗に上げた、決まった。エステーラ先制ゴール。手元の時計で30分になろうというところ、エステーラ先制のゴールを決めました。松岡、チャンスを着実にものにしました。 VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。松岡、相手ディフェンス陣の一瞬の隙をついてのゴールです。あとは待って合わせるだけといったいいボールですね。手元の時計で30分を回ったところです。エステーラ1点のリード。さあここはどう守る。山崎、ロングパス。エステーラ、ここでパスの目を踏んでおきたい。呼吸が全く合っていません。余裕でカットされます。前半36分、エステーラ勢いがあります。リッチョ、ボールを奪うことができ、あっと読まれていました。これはカットされます。ここで前半戦が終了。1-0、エステーラ1点のリード。後半キックオフです。手元の時計で40分になろうというところ、エステーラ徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。松岡、ここからチャンスになるか。ゴールに迫ります。絶好のチャンス、打った、決まった。エステーラファインゴール。後半39分、島野、ダメ押しのゴール。全く容赦ありません。 VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。島野、相手ディフェンス陣の一瞬の隙をついてのゴールです。いい位置に走り込んでいましたね。まあこういうゴールは見てて気持ちいいですよね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り、2-0。エステーラ、高い守りに支えられ相手にゴールを許さず勝利しています。
ファンの皆様、こんばんは。まだ若干の肌寒さが感じられます。さあ、今回はどのチームが栄光をつかむのでしょうか。 J リーグ19クラブ対抗のスプリングトーナメント、いよいよトーナメント戦決勝、エッセーラ対レイス、キックオフ。夜空には星一つ見えません。手元の時計で10分が経過しています。エッセーラ、無難な立ち上がりを見せています。上田、どこまで上がれるか。激しいマークだ。エッセーラ、絶好のチャンスを潰しました。前半も残すところあと5分、両チームとも無得点。さあ注目しましょう。島野、慎重に運んでいきます。センタリング要注意です。シュートチャンス、決まった。エッセーラ先制ゴール。手元の時計であと5分、エッセーラ先制のゴールを決めました。久保、チャンスを確実にものにしました。 VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。久保、ゴール前うまくパスに合わせて得点です。あとは待って合わせるだけといったいいボールですね。理想的な形ですね。手元の時計であと5分、エッセーラ、ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。スーパーだの。右にパスが出ます。センタリング要注意です。なんとかピッチをしのぎました。ここで前半戦が終了。1対0、エッセーラ1点のリード。後半キックオフです。木村さん、エッセーラ戦術変更があったんでしょうか。どうやらカウンターを狙っていくみたいですね。左のスペースを狙った。無難につないでいきます。エッセーラ早く守備を整えたい。ジャメーリ、そのままゴール前まで。あとボールこぼれた。打った。決定的なチャンスを逃してしまった。後半15分になろうというところ。エッセーラ、ここでなんとか踏ん張りを見せてほしい。無難につないで、エジュース、センタリングのチャンス、綺麗に合わせた。足で止めた。後半30分を回ったところです。エッセーラ勢いがあります。無難につないでいきます。ゴールに迫る。おっと、強引に。ここで笛。久保、さあ PK です。ここは絶対に外せません。あとボールこぼれた。入った。エクセレントゴール。後半31分、エッセーラチャンスを逃しませんでした。決めたのはウキ。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。浮き、いいところに張っていました。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを見ましたね。後半35分になろうというところ。エッセーラ2点のリード。さあここはどう守る。体で止めに行った。手元の時計で35分になろうというところ。このピンチをしのげるか。エッセーラ狙った。決まりました。ゴール。後半35分になろうというところ。レイソル、いい形でゴールを奪いました。チャンスを確実にものにしました。 VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。エジュース、素晴らしいフリーキックでした。キーパーもいい反応してますね。まあこれは向こうが一枚上手でしたね。後半のロスタイム、さてどうしますか。あっ
さあインターセプト、ボールを取られます。横山、加藤、松岡、ちょっとマークが甘かったか。さてどうしますか。エステーラ、ここでインターセプトしたい。ペナルティーエリア内で張っている。ああ、どうしたんでしょうか。インターセプト、ここで試合終了。ご覧ください、各選手宙を舞うような喜びようです。エステーラスプリングトーナメント優勝です。選手もサポーターも優勝気分で大いに盛り上がっています。シーズンオフの調整がうまくいっていたようです。今年の公式戦期待できそうです。それでは関西山のスタジアムからお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。テレビをご覧の皆さん、こんにちは。青葉が生き生き生い茂る気持ちのいい季節です。今日は J リーグファーストステージ第17節。今日勝てば優勝が決まります。ぜひとも地元で優勝を決めたいところです。エステーラ、優勝をかけた試合、対戦チームはレイズ。キックオフ、さあ試合開始です。それではここでベンチの方にカメラを移します。ギロラモさん、まさしく日本バレー、いい天気ですね。張り切っていきましょう。島野、見事なボールさばきだ。おお、あーっとまだチャンスは続いている。打った、決まった。エステーラ先制ゴール。前半開始直後、エステーラ先制のゴールを決めました。川野、チャンスを確実にものにしました。 VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。川野、リバウンドか、うまく押し込みました。シュートを枠に打つっていうのは基本ですからね。こういうのが決まると気分いいんですよね。手元の時計で15分になろうというところ。エステーラ、ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。巧みなボールさばき。おっと、強引にスライディング。なんとかピンチをしのぎました。エジュース、左コーナーから蹴るのは得意としています。前半45分が終了。1対0、エステーラ1点のリード。後半45分、今始まりました。何か動きがあるようですね。ギロラモさん、レイソン4-5-1に変えて、絶好のチャンス。足で止めた。後半12分、どうしたんでしょうか。これはカットされます。ゆっくりと上がります。オープンスペースを伺います。左、さてどうしますか。島野、ゴールに迫ります。島野、やはり強引すぎたか。どう思われます、ギロラモさん。エステーラ、一
少し疲れが見えてきましたね。だけど試合はこれから頑張って。ありがとうございました。ダイビングヘッド、キーパー執念を見せた。ここで主審のホイッスル、試合終了です。場内歓声に包まれています。エステーラ見事に J リーグファーストステージを制しました。サポーターからは割れんばかりの大歓声。今季 J リーグに昇格したばかりですが、今回はそれを感じさせない活躍でした。それでは歓声山のスタジアムからお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。ご覧の皆さん、こんばんは。そろそろ夏の本番です。いつも J リーグを応援していただきありがとうございます。本日は皆さんお待ちかね、ファン感謝マッチをお送りします。エステーラ対アントラーズ、キックオフ。さあ試合開始です。すでに夕闇から漆黒へと空の色も変わってきています。前半1分、エステーラ無難な立ち上がりを見せています。川野、右から徐々に詰めていきます。ゴール前の混戦からどうするか。絶好のチャンス、決まった。エステーラ先制ゴール。試合が動き出しました。先制エステーラ。決めたのは島野。芸術的なシュートを見せてくれました。 VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。島野、無難に決めました。よく決めました。ここで決めるのがストライカーですよ。前半11分、エステーラ。さあコーナーキックです。カーブがかかっている。惜しい、外れてしまった。手元の時計で15分になろうというところ。エステーラ1点のリード。さあここはどう守る。ビスマルク、エステーラ、ディフェンスラインが崩れたところを狙われた。あっと読まれていました。これはカットされます。ここで前半戦が終了。1対0、エステーラ1点のリード。キックオフで試合再開です。後半5分が経過しています。コーナーキックとなります。手元の時計で20分になろうというところ。あっと読まれていました。これはカットされます。いいですよ。ここからどう攻めるか。宮澤、島野、ペナルティーエリアまで行くか。絶好のチャンスを蹴った。ゴール。後半18分、エステーラ、チャンスを確実にものにしました。
VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。浮き、絶妙なパスからゴールを決めました。いい位置に走り込んでいましたね。まあこういうゴールは見てて気持ちいいですよね。手元の時計で25分になろうというところ。ボールはアントラーズ、エステーラ。さあここはどう守る。これは追いつけません。さてどうしますか。黒崎、徐々に詰めていきます。おっと強引にスライディング。ゴール直前でなんとか阻止しました。ここで試合終了。結果は2対0。エステーナ相手ゴールを許さず完封勝利です。テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。しっかり夏めいてまいりました。素晴らしい顔ぶれが揃いました。 J リーグオールスターマッチ、面白い試合になってほしいですね。キックオフです。空が真っ暗になりました。一雨来そうな雰囲気です。前半13分、注目しましょう。右から上げた、キーパースーパーセービングだ。まだボールは生きている。軽く合わせた、決まった。ゲーウエスト先制ゴール。前半13分、ゲーウエスト先制のゴールを決めました。エムボマチャンスを確実にものにしました。 VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。エムボマ、相手ディフェンス陣の一瞬の隙を突いてのゴールです。あとは待って合わせるだけといったいいボールですね。理想的な形ですね。手元の時計で25分が経過しています。 J ウエスト、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。スライディングをかわした。さてどうしますか。森島、さてどうしますか。ゴール前の混戦からどうするか。打てるか。蹴った、キーパーよく防いだ。ここで前半戦が終了。0対1、 J ウエスト1点のリード。キックオフで試合再開です。手元の時計で10分になろうというところ。J ウエスト、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。ストイコビッチ、センタリングのチャンスだ。ストイコビッチ、センタリング、おっとボールこぼれた、蹴った、ゴールイン。手元の時計で10分になろうというところ。 J ウエスト1点をもぎ取りました。ナナミきっちりと決めてゴールイン。 VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。ゴール前の混戦からゴールをゲットしました。この混戦状態の中でね、よく決めましたよね。まあ技ありのシュートですね。キックオフ、エジュース左に叩き、ディフェンスの様子を伺っております。いい位置に上がってきました。大きくタイプチェンジ。 J ウエスト、ここでインターセプトしたい。飛んできた。後半36分、注目しましょう。
まる。左サイドからどう行くか、強烈。ここで主審のホイッスル、試合終了です。ご覧いただいた通り0対2、今年のオールスターゲームは J ウエストの勝利です。テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。秋といえばスポーツの秋です。スポーツをするには最適の季節です。本日は J リーグセカンドステージ第15節。長くそして苦しい道のりでしたが、これが報われました。敵地で優勝を決めることになるのでしょうか。エッセーだ。優勝をかけた試合、対戦チームはヴェルディ。キックオフ。さあ、試合開始です。水沼さん、調子良さそうですね。力強い中盤構成ですね。おという時に的確なパス回しができてますからね。さてどうしますか。エステーラ、早く守備を整えたい。ゴール前チャンスだ。前半10分になろうというところ、両チームとも無得点。さあ注目しましょう。無難に繋いでいきます。体で止めに行った。手元の時計で15分になろうというところ、コーナーキックとなります。ドラ、決まった。エッセーラー先制ゴール。手元の時計で15分になろうというところ、エッセーラー先制のゴールを決めました。松岡、チャンスを確実にものにしました。 VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。松岡、いいところに張っていました。いいボールが入りましたね。これはもう解説書に載っちゃうぐらいのお手本ゴールですね。前半35分になろうというところ、エステーラ徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。ラボス、大きくクリア。ここで前半戦が終了。0対1、エステーラ1点のリード。コースで再び試合が始まります。後半開始直後、ヴェルディコーナーキックでゲーム再開です。ここで試合終了。選手やサポーターは優勝の興奮でものすごいテンションです。エステーラ J リーグセカンドステージ優勝です。なんと加入初年度で19チームの頂点に立つという偉業を成し遂げました。サポーターからは会場を揺るがすほどの大歓声。選手たちも本当に嬉しそうですね。これは来年も好成績を期待できそうですね。それでは関西山のスタジアムからお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。
浜機関を愛する皆さんご機嫌いかがでしょうか。あいにくの雨となっています。アフリカチャレンジカップ、日本のサッカーはどこまで通用するでしょうか。エッセーナ、この試合で優勝を決めることができるか注目したいところ。今日の対戦相手はチュニジア FC。 さあキックオフです。エッセーナ、今日は 3-5-2 のシステムで臨んでいます。ラス、独走態勢、打った、まだボールは生きている。おお、速いボールがいったぞ。シュートチャンス、キーパー、どう思われます。ギロラモさん、エッセーナ、ああ、もうこういうところで負けちゃダメよ。ありがとうございます。打てるか。ああ、ここで笛。レッドカードだ。ピッチを後にします。この退場は想像以上に痛いですよ。どうやらキッカーは久保。決まった、ゴール。前半13分、エッセーナ先制のゴールを決めました。久保、チャンスを確実にものにしました。 VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。久保、慌てず落ち着いて決めました。落ち着いてましたね。思い切っていくとね、かえって失敗するんですよね。あーっと、ここで笛。イエローカードが出ました。手元の時計であと5分。エッセーナ、守りに入る気配がありません。またもや攻撃に転じます。竹下、徐々に詰めていきます。竹下、無難につないでいきます。右サイドフリーです。パスを出す方向を見ます。エッセーナ、右から展開します。ダイビングヘッド、キーパー素晴らしい反応を見せました。ここで前半戦が終了。0-1、エッセーナ1点のリード。スコースで再び試合が始まります。何か動きがあるようですね。ギロラモさん、エッセーナ、守備重視で行くみたいです。チュニジア FC、 ゴール前にボールがいった。シュートチャンス、ふわりと蹴って、素晴らしい反応だ。手元の時計で10分になろうというところ。エッセーナ、さあコーナーキックです。残念ながらここはキーパーが1枚上手。久保、これは悔しい。どう思われます。ギロラモさん、エッセーナ、勝てば天国、負ければ地獄ですよ。ありがとうございました。息の合ったプレーを見せてくれます。ラーセン、なんとかピッチをしのぎました。後半終了間際、エッセーナ、ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。止めに行った。この位置からキーパー飛び出して、これをキャッチ。ここで試合終了。ご覧ください、各選手宙を舞うような喜びようです。エッセーナ、アフリカチャレンジカップ優勝です。パワフルで素早い攻撃をものともせず、アフリカの強豪を下しました。選手たちも本当に嬉しそうですね。エッセーナ、世界に通じる実力と言えるでしょう。それでは関西山のスタジアムからお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。
あいにくの雨となっています。思わぬ番狂わせもこの大会の魅力でしょう。本日は J リーグウィンターカップの模様をお送りいたします。いよいよトーナメント戦決勝、エッセーラ対パープルさん、あのパーキックオフです。エッセーラ、今日は 4-4-2 のシステムで臨んでいます。さてどうしますか。宮沢つなぎながら様子を見ます。右サイド一人で行くのか。エッセーラ相手ディフェンスを破れない。前半5分を回ったところです。ボールはパープルさんがエッセーラ、さあここはどう守る。ゴール前の混戦からどうするか。打った、キーパー危なげないキャッチ。前半12分、さあコーナーキックです。頭で合わせた、決まった。エッセーラ先制ゴール。手元の時計で10分を回ったところです。エッセーラ先制のゴールを決めました。宮本チャンスを確実にものにしました。 VTR が出ます。もう一回見てみましょう。宮本いいところに張っていました。まあサッカーの場合得点の3割がリスタートから生まれるんですよね。前半45分が終了、1対0、エッセーラ1点のリード。後半45分、今始まりました。後半10分が経過しています。パープルさんがシステムを352に変更してきました。全体的に攻撃を重視したシステムに変えてきましたね。さあチャンスだ、どこに上げるのか。いった、入った、ファインゴール。後半10分を回ったところです。決めたのは川野、素晴らしいシュートでした。 VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。ヘディングで決めました。川野高い、これは本当打点が高いですね。後半25分、エッセーラここはしっかり守っていきたいところです。さあシュートできるか。蹴った、あーっとまだチャンスが続いている。決まりました、ゴール。後半25分、キーパー悔しがっています。パープルさんが1点をもぎ取りました。 VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。平岡リバウンドか、うまく押し込みました。まあこれは向こうが1枚上手でしたね。ディフェンダー陣気合を入れ直さんと。ここで試合終了。選手やサポーターは優勝の興奮でものすごいテンションです。エッセーラウィンターカップ優勝です。場内は選手たちとサポーターの歓声の渦に包まれています。 J リーグ今年最後の大会を絶好調のまま締めくくりましたね。それでは歓声山のスタジアムからお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。
テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。やはり冬といえばこたつにみかんでしょうか。本日は恒例となっております、アジアウィンターリーグ3回戦、面白い試合になってほしいですね。エッセーラ、この試合で優勝を決めることができるか注目したいところ。今日の対戦相手は中国 FC。 キックオフ。それではここでベンチの方にカメラを映します。ディロラモさん、まさしく日本バレー、いい天気ですね。ゴール前、きれいに上げた。キーパーボールを抑えた。手元の時計で20分になろうというところ。さあコーナーキックです。このシュートは惜しくも外れた。前半も残すところあと5分。ああどうしたんでしょうか。これはカットされます。左サイドフリーです。無難につないでいきます。さあどこにパスを出すか。エステーラ、早い段階で抑えておきたい。センタリング、要注意で押し込んだ。キーパーボールを抑えた。前半45分が終了。両者無得点。試合再開です。八塚さん、中国 4-3-3 に変えてきました。3トップにして一気に畳みかけるつもりですかね。これはカットされます。これは通らなかったのは痛い。ギロラモさん、ここまでご覧になっていかがですか。エステーラ、最後まで一生懸命プレイしてください。ありがとうございました。巧みなボールさばき、突っ込んできた。エステーラ、絶好のチャンスを潰しました。どう思われます、ギロラモさん。エステーラ、少し疲れが見えてきましたね。だけど試合はこれから頑張って。ありがとうございました。絶好のチャンス、足で止めた。手元の時計で20分になろうというところ。あっと読まれていました。これはカットされます。さてどうしますか。吉村、独走態勢。あっとここで笛。ミン、ウェファ盛んに指示を出しています。久保、ここは見せ場です。肩の力を抜いて楽にいってほしいですね。久保、ゴールを見据えます。キーパーに読まれないように目を合わせませんね。狙った、入った、ゴール。試合が動き出しました。先制、エステーラ。決めたのは久保。芸術的なシュートを見せてくれました。 VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。久保、素晴らしいフリーキックでした。彼独特のキックですよね。練習しないとここまでうまくいきませんね。解説の二方、エッセーラ、戦術を変えてきましたか。そうくるかね。今のはうまい。ディフェンダー慌てて戻ります。左サイドから一気に攻め込むつもりでしょうか。強烈なスライディング。あーっとここで笛。このピンチを果たして切り抜けることができるのか。まだボールは生きている。スン・ボクイ、うまくコントロールできなかったようです。これは右に外れました。ここで試合終了。ご覧ください、各選手宙を舞うような喜びようです。エッセーラ、アジアウィンターリーグ優勝です。場内は選手たちとサポーターの歓声の渦に包まれています。
今シーズンまだ始まったばかりですが、目が離せないものになりそうですね。それでは関西山のスタジアムからお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。皆さんご機嫌いかがでしょうか。残念ながら雨の中のキックオフ、本日はアジアクラブトーナメントの模様をお送りします。面白い試合になってほしいですね。エステーラ準決勝の戦いぶりからは調子良さそうですが、優勝をかけた試合、対戦チームはカタール FC。 キックオフです。残念ながら雨の中のキックオフ、前半5分になろうというところ、エステーラ無難な立ち上がりを見せています。アクイリクロスボールを上げるチャンス、蹴った、キーパー大事に抑えます。手元の時計で15分を回ったところです。エステーラ攻め込む隙を伺っています。島野、ゴール前チャンス、激しい攻防だ。あーっと、ここで笛、決めました。久保、チャンスを着実にものにしました。 VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度、久保、ゴールキーパーの動きを完全に読んでいました。結構プレッシャーかかるんですけど、よく決めましたね。選手も監督もほっとしてるでしょうね。手元の時計で20分を回ったところです。エステーラシステムを、巧みなボールさばき、天を仰いでいます。前半35分を回ったところです。あー、どうしたんでしょうか。インターセプトされました。しつこくマークしています。久保、裏をかいたフェイント、右へ、右から行くのでしょうか。スライディングタックル、あーっと、ここで笛、入ったー、ゴール。前半35分を回ったところです。キーパー手足がっています。エステーラ1点をもぎ取りました。 VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。久保、慌てず落ち着いて決めました。結構プレッシャーかかるんですけど、よく決めましたね。これを決めるか決めないかで流れが変わってましたよ。ここで前半戦が終了。0対2、エステーラ2点のリード。キックオフで試合再開です。何か動きがあるようですね。ギロラモさん、エステーラ442に帰ってきました。様子見てますね。
阻止しました。どう思われます、ジロラモさん。エステーラ、勝てば天国、負ければ異国ですよ。絶好のチャンス、打った、これは止められてしまった。後半39分、エステーラ、ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。通った、絶好のチャンス、バデル、アバス、エステーラ、ここでパスの目を積んでおきたい。右サイド上がってます、浅野で合わせた、決まりました、ゴール。後半40分になろうというところ、キーパー悔しがっています。カタール FC、 1点をもぎ取りました。 VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。いやー、よく合わせました。まあ典型的な守備のミスですね。ここをフリーにしちゃいけませんね。ここで試合終了。ご覧ください、各選手宙を舞うような喜びようです。エステーラ、アジアクラブトーナメントに優勝です。アジアサッカー界の頂点に立ちました。サポーターも大歓声を持って選手を称えています。それでは関西山のスタジアムからお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。あいにくの雨となっています。今日はアジアアフリカ選手権の模様をお送りします。勝敗はもはや神のみぞ知るといったところでしょうか。エステーラ、準決勝の戦いぶりからは調子良さそうですが、優勝をかけた試合、対戦チームはアラブ FC。 キックオフ、エステーラ、今日はワントップ4-5-1という布陣でこのゲームに臨みます。エステーラ、逆サイドに注意したい、ゴールに迫る、キーパー大事に抑えます。手元の時計で5分を回ったところです。エステーラ、攻め込む隙を伺っています。5分を回ったところです。エステーラ、先制のゴールを決めました。ウキ、チャンスを確実にものにしました。 VTR が出ます。もう一回見てみましょう。ウキ、これは嬉しいでしょう。最後の詰めがうまくいってますね。ナイスシュート。まあここはノーマルに行くでしょうね。見事な連携で、ここからどう攻めるか。ナジム、巧みなボールさばき、なんとかピンチをしのぎました。
手元の時計で20分が経過しています。エステーラ1点のリード。さあ注目しましょう。無難につないでいきます。久保、さてどうしますか。上がっていきます。ヒルパス、ああどうしたんでしょうか。これはカットされます。手元の時計で30分になろうというところ。エステーラ1点のリード。ボールはエスマイル。巧みなボールさばき、なんとかピッチをしのぎました。どう思われます、ギロラモさん。エステーラ、今日見に来てるサポーターのために勝ってほしいですね。ありがとうございました。ゴール前チャンス、打った、ゴールイン。前半残りあと2分、エステーラいい形でゴールを奪いました。チャンスを着実にものにしました。 VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。島野、これは嬉しいでしょう。ここで決めるのがストライカーですよ。これは自信になると思いますよ。いいプレーですね。ここで前半戦が終了。0対2、エステーラ2点のリード。後半キックオフです。解説の二方、エステーラ戦術を変えてきましたか。しっかりと守備を固めて最後まで行くようですね。速いパスワークです。ハムビ、巧みなボールさばき。ハムビ、これは呼ばれていました。後半10分、エステーラリードを広げることができるのでしょうか。注目しましょう。ああどうしたんでしょうか。これはカットされます。ここでカウンター、ザクレ、さてどうしますか。エステーラ早く守備を整えたい。連携がうまくいってません。珍しくミスです。どう思われます、ギロラモさん。エステーラ見ていて安心できますね。強いですね。ありがとうございました。巧みなボールさばき、必死のディフェンス。宮本、ゴールを目の前にして止められました。どう思われます、ギロラモさん。エステーラよく頑張ってるような、そうでもないような。ありがとうございました。浮き、浮き、ペナルティエリアまで行くか。大きくサイドチェンジ、絶好のチャンス。後半のロスタイム、エステーラ、さあいい力のフリーキックを得ました。狙った、決まった、ゴール。後半終了間際、久保ダメ押しのゴール。全く容赦ありません。 VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。久保、素晴らしいフリーキックでした。いやーすごいですね。これはやはりフリーキックは一つの武器ですよね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。場内歓声に包まれています。エステーラアジアアフリカトーナメントに優勝です。各選手サポーターに大いに優勝をアピール、心から優勝おめでとうと言いたいですね。それでは関西山のスタジアムからお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。
サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。天候は曇り、しかし雨の心配はなさそうです。本日はヨーロッパチャレンジカップ4回戦、エステーラ、この試合で優勝を決めることができるか注目したいところ。今日の対戦相手はデンマーク FC。 キックオフ、さあ試合開始です。それではベンチの方にカメラを映してみましょう。ジロラモさん、エステーラ、それだけ多くのサポーターが来てるんです。かっこつけてください。パスを出します。ゴール前の混戦からどうするか。すごいパスが、前半5分が経過しています。エステーラ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。徐々に詰めていきます。島野、独走態勢、打った、まだボールは生きている。おお、低いボール、絶好のチャンス、決まった、エステーラ先制ゴール。試合が動き出しました。先制エステーラ、決めたのは中澤、芸術的なシュートを見せてくれました。 VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度、ゴール前密集状態の中でゴールを決めました。この混戦状態の中でね、よく決めましたよね。まあ技ありのシュートですね。何か動きがあるようですね。ジロラモさん、エステーラ、バランス重視で行くみたいです。強引に行くのも手ですよね。ここでサイドチェンジ、藤田、よろけながらもキープ、藤田、さてどうしますか。センタリング要注意です。打った、中澤、これは止められてしまった。どう思われます、ギロラモさん。エステーラ、ここも頑張ってます。頑張らないとやばいよ。ありがとうございました。無難につないでいきます。エステーラ、さあここはどう守る。ゴールに迫ります。打った、キーパー危なげないキャッチ。前半35分が経過しています。さてどうし、あっと読まれていました。これはカットされます。エンドレ、ディフェンダーをかわした、右へ、ペデルセン、徐々に詰めていきます。ペデルセン左に出します。間、止められません。これは予想外の手、ここからどう攻めるか。フレイナー、すごいパスが通った。場内がシーンと静まり返っています。これは失敗。ここで前半戦が終了。0対1、エステーラ1点のリード。試合再開です。後半開始直後、エステーラ、システムを 4-5-1 に変更してきました。守備を重視したシステムで試合に臨むようですね。打てるか、どう思われます、ギロラモさん。エステーラ、勝てば天国、負ければ地獄ですよ。ありがとうございました。さてどうしますか。浮き、ペナルティーエリアまで行くか。久保、無難につないでいきます。絶好のチャンス、打った、キーパーよく防いだ。
後半15分が経過しています。エステーラ、ここからどういった展開を見せるのでしょうか。久保、左に叩きます。中澤、どこまで上がれるか。中澤、左から展開します。おっと、強引にスライディング。あーっと、ここで笛。エステーラ、チャンス。さあ、注目しましょう。手元の時計で15分が経過しています。エステーラ、1点をもぎ取りました。久保、きっちりと決めてゴールイン。 VTR が出ます。もう1回見てみましょう。久保、慌てず落ち着いて決めました。落ち着いてましたね。これを決めるか決めないかで流れが変わってましたよ。手元の時計で30分になろうというところ。エステーラ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。オープンスペースを伺います。さてどうしますか。激しい攻防だ。どう思われます、ギロラモさん。エステーラ、よく頑張ってるような、そうでもないような。ありがとうございました。フレイナー、フレイナー、左に短い出来の割ったプレーを見せてくれます。あーっと、ここで笛。後半残りあと5分、このピンチをしのげるか。エステーラ、直接狙った。これが決まった、ゴール。後半も残すところあと5分、決めたのはペデルセン。素晴らしいシュートでした。 VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。ペデルセン、素晴らしいフリーキックでした。決められてしまいましたね。ディフェンスもね、直接かどうか一瞬迷ってますね。ここで試合終了。選手やサポーターは優勝の興奮でものすごいテンションです。エステーラ、ヨーロッパチャレンジカップ優勝です。サッカーの本場ヨーロッパの強豪を相手に、まさに世界レベルの活躍を見せました。ヨーロッパのサッカーファンもこの健闘を称えています。いやー、日本のサッカーのレベルもここまで来ましたね。それでは関西山のスタジアムからお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。皆さんご機嫌いかがでしょうか。残念ながら雨の中のキックオフ、南米チャレンジカップ、一筋縄ではいかないでしょう。日本のクラブチームは胸を借りるという感じでしょうか。エステーラ、この試合で優勝を決めることができるか注目したいところ。今日の対戦相手はアルゼンチン FC。 あー、キックオフです。それではここでベンチの方にカメラを移します。ギロラモさん、雨が降っている上に夜になってますます冷たくなりましたね。矢野、浮き、浮き、
どこまで上がれるか。センタリングのチャンスだ。ヘディングシュート決まった。エステーラ先制ゴール。前半8分、エステーラ先制のゴールを決めました。杉山、チャンスを確実にものにしました。 VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。ヘディングで決めました。杉山、体の使い方がとてもいいですね。やはり彼はヘディングが強いですね。自信を持ってるんでしょうね。ステーラ4422に帰ってきました。基本に忠実に行くつもりでしょ。リボナッティ、クロスボールを上げるチャンス。ヘッド、まだボールは生きている。キーパーパンチング。前半35分になろうというところ、エステーラ少し攻めあぐねている様子。久保、左へ、ゴールに迫ります。あーっと、ここで笛。ここでイエローカード。キーパー盛んに指示を出しています。どうやらキッカーは久保。彼なら狙ってきますね。久保、どこを狙ってくるんでしょうか。いい位置ですね。ここは直接行くでしょう。狙った、入った、ゴール。前半33分、久保きっちりと決めてゴールイン。エステーラ1点をもぎ取りました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。久保、素晴らしいフリーキックでした。お見事。素晴らしいの一言に尽きるんじゃないですか。前半45分が終了。0-2、エステーラ2点のリード。動きがあるようですね。ジロラモさん、アルゼンチン4-4-2に帰ってきました。いいですよ。久保、大きくタイプチェンジ。杉山、一人で行くのか。打った、まだボールは生きている。なんとキーボール合わせられるか。絶好のチャンス、入った。エクセレントゴール。手元の時計で5分が経過しています。エステーラ1点をもぎ取りました。ウキ、きっちりと決めてゴールイン。 VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度。ゴール前密集状態の中でゴールを決めました。いやー、決めましたね。ゴールへの執着心がこのプレーを見ましたね。手元の時計で10分になろうというところ、エステーラこのピンチを果たして切り抜けることができるのか。エステーラ、ここでインターセプトしたい。ゴールに迫ります。打った、キーパー危なげないキャッチ。どう思われます、ジロラモさん。エステーラ見ていて安心できますね。強いですね。ありがとうございました。ゴールに迫ります。あーっと、ここで笛。場内がシーンと静まり返っています。あーっと、まだチャンスは続いている。宮川、大きくクリア。ジロラモさん、ここまでご覧になっていかがですか。エステーラ、サポーターもこの調子なら安心です。ありがとうございました。藤田、右にパスが出ます。巧みなボールさばき。
激しい攻防だ。エステーラ、相手ディフェンスを破れない。ここで試合終了。ご覧ください、各選手宙を舞うような喜びようです。エステーラ南米チャレンジカップに優勝です。個人技で勝る南米の強豪に勝利しました。試合会場はものすごい大歓声、応援してきたサポーターも大喜びでしょう。それでは歓声山のスタジアムからお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。皆さんご機嫌いかがでしょうか。気温湿度とも絶好のコンディション、絶好のサッカー日和に恵まれました。非常にレベルの高い試合が続く世界クラブトーナメント決勝、スーパープレイに期待したいところです。エステーラ準決勝の戦いぶりからは調子良さそうですが、優勝をかけた試合、対戦チームはフランス FC。 キックオフ。それではここでベンチの方にカメラを移します。ギロラモさん、気温湿度とも絶好のコンディション、張り切っていきましょう。華麗なパスワークで上がります。パスを出します。いった、まさに神業。ゴール前チャンス、打った、キーパーボールを抑えた。前半7分、エステーラここからどういった展開を見せるのでしょうか。パスを出します。オープンスペースを探します。なんとか抜いた。無難につないでいきます。ディフェンスの様子を伺っております。エステーラ、さてどうしますか。クロスボールを上げるチャンス。ここで笛。どうやらキッカーは久保。ゴール前、綺麗に上げた。決まった。エステーラ先制ゴール。前半7分、エステーラ先制のゴールを決めました。浮き、チャンスを確実にものにしました。 VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。フリーキックのチャンス、見事にものにしました。うまく押し込みましたね。まあやはりね、きちっと打てばこういう得点が生まれるんですね。ギロラモさん、ここまでご覧になっていかがですか。エステーラなかなか好調ですね。サポーターは気分がいいと思いますよ。杉山、巧みなボールさばき。あっと止められました。どう思われます、ギロラモさん。エステーラ向こうも頑張ってます。頑張らないとやばいよ。ありがとうございました。さてどうしますか。どうする、前半45分が終了。0対1、エステーラ1点のリード。後半45分、
今始まりました。何か動きがあるようですね。ジロラモさん、フランス4-3-3に変えてきました。低いボール決まった、フランス同点ゴール。後半10分を回ったところです。エステール、まさかの同点ゴールを決められてしまいました。 VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。モルボート、絶妙なパスからゴールを決めました。いいボールが入りましたね。今のは迷わずシュートですよ。実際手元の時計で15分が経過しています。同点となっています。注目しましょう。中澤左へ、エステーラ、さてどうしますか。ペナルティーエリア内で張っている、手元の時計で15分を回ったところです。決めたのは矢野、素晴らしいシュートでした。 VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。エステーラ、ゴール前の空中戦を制しました。ファインゴールだ。体の使い方がとてもいいですね。後半残りあと5分。エステーラ、さあどういった守りを見せるのでしょうか。巧みなパスワークで上がります。ここからどう攻めるか。あんまりコンディションが。ここでサイドチェンジ、スライディング失敗、無難につないでクリストフ、上がっていきます。エステーラ、早く守備を整えたい。どうする、後半終了間際、エステーラ、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。左に叩き、中澤、クロスボールを上げ、キーパー飛び出してこれをキャッチ、ここで試合終了。ご覧ください、各選手宙を舞うような喜びようです。エステーラ、世界クラブトーナメント優勝です。世界選抜初チームの頂点に立ちました。これで実力は世界トップレベルになったと言えるでしょう。それでは関西山のスタジアムからお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。皆さんご機嫌いかがでしょうか。あいにくの雨となっています。本日は世界選手権の模様をお送りいたします。世界選手権出場するだけでも大変なことです。エステーラ、この試合で優勝を決めることができるか注目したいところ。今日の対戦相手はドイツ FC。 キックオフ、雨に負けない声援が飛んでいます。前半40分になろうというところ、エステーラ、無難な立ち上がりを見せています。右に叩きます、徐々に詰めていきます。巧みなボールさばき、スライディングタックル、ゴール直前でなんとか阻止しました。
手元の時計であと2分。エステーラ、ここから得点に結びつけることができるのか。よろけながらも抜きました。左に叩きます。杉山、左サイドスライディング失敗。高いボールがいった。完全にフリーだ。決まった。エステーラ先制ゴール。試合が動き出しました。先制エステーラ。決めたのは浮き。芸術的なシュートを見せてくれました。 VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。浮き、無難に決めました。まあいい感じじゃないですかね。いいシュートでしたね。ここで前半戦が終了。0対1、エステーラ1点のリード。キックオフで試合再開です。後半開始直後、速いボールがいったぞ。あー、どうしたんでしょうか。インターセプトされました。ここでカウンター。突っ込んできた。ゴール前の混戦からどうするか。キーパー飛び出してこれをキャッチ。後半5分になろうというところ、エステーラ。さあコーナーキックです。杉山、うまくコントロールできなかったようです。後半36分、エステーラ。システムを 5-3-2 に変更してきました。ゴール前を固めてとにかく失点を防ごうという構えですね。エステーラ、ここでインターセプトしたい。本当に残念そう。ここで試合終了。ご覧ください、各選手宙を舞うような喜びようです。エステーラ世界選手権優勝です。世界のプロサッカークラブの頂点に立ちました。まさに名実ともにワールドクラスのチームに成長しました。選手たち、サポーターの喜びは今まさに最高潮。それでは関西山のスタジアムからお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。
いかがでしょうか。気温、湿度とも絶好のコンディション、絶好のサッカー日和に恵まれました。まずはここで勝たなければなりません。インターナショナルカップ予選リーグ3回戦、北朝鮮代表対日本代表。今ね、スピンの火蓋が切って落とされました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。まさか一人で持ち込むとは思ってもみなかったですね。これは何人抜いたんですかね。すごいですよ。まあしかしこれは天性のものなんですかね。いや羨ましい。前半31分、日本代表、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。珍しくミスです。周りをよく見ていなかったか。ここで前半戦が終了。0対1、日本代表1点のリード。後半キックオフです。手元の時計で25分になろうというところ。あーっと、インターセプト、珍しくミスです。右サイドフリーです。さあどこにパスを出すか。日本代表オープンスペース。あーっと、インターセプト、ボールを取られます。蹴った。あーっと、まだチャンスは続いている。後半も残すところあと1分。社長、ダメ押しのゴール、全く容赦ありません。 VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。このゴールにはディフェンダー唖然としています。まあ簡単そうには見えますけどね、一言で言うとすごいですね。ここで試合終了。試合の結果はご覧の通り、日本代表このゲームをものにしました。
は一度皆さんご機嫌いかがでしょうか。天候は曇り、しかし雨の心配はなさそうです。さあ、世界の注目が集まっています。インターナショナルカップ決勝トーナメントを制するのは果たしてどの代表か。ここまで来たからにはぜひ優勝を狙ってほしい日本代表。日本代表、世界一を争う最後の対戦相手はオランダ代表。さあ、キックオフです。前半4分、日本代表、さあコーナーキックです。残念ながらここはキーパーが一枚上手。久保、これは止められてしまった。手元の時計で30分を回ったところです。ボールは日本代表、ここは監督の声に応えたい。ゴール前の混戦からどうするか。天を仰いでいます。手元の時計で40分になろうというところ、オランダ代表コーナーキックとなります。カーブがかかっている。あーっと、このボールはうまくコントロールできていない。ここで前半戦が終了、両チームとも無得点。後半キックオフです。あーっと、ここで笛。イエローカードが出ました。何か動きがあるようですね。ジロラモさん、オランダ352に帰ってきました。マークを振りほどいた。右にパスが出ます。おっと、オフサイド。手元の時計であと1分、日本代表さすがに疲れているようです。そうくるかね。ラモス、よろけながらも右サイド待っています。上がっていきます。日本代表、さてどうしますか。どうする。決まった、日本先制ゴール。後半残りあと1分、日本代表先制のゴールを決めました。久保、チャンスを確実にものにしました。 VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。久保、無難に決めました。最後の詰めがうまくいってますね。ナイスシュート。後半終了間際、日本代表攻め込む隙を伺っています。ここでサイドチェンジ。必死のディフェンス。速いボールがいったぞ。ヘッド、決まった。日本ファインゴール。後半のロスタイム、社長ダメ押しのゴール、全く容赦ありません。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。ヘディングで決めました。社長、体の使い方がとてもいいですね。やはり彼はヘディングが強いですね。自信を持ってるんでしょうね。ここで試合終了。ご覧ください、各選手宙を舞うような喜びようです。日本代表、ついにインターナショナルカップ優勝。世界のサッカー界の頂点に君臨しました。ついに日本サッカーが世界の頂点に立ちました。各選手非常に充実した表情、監督も非常に嬉しそうです。本当に嬉しい優勝ですね。私も感動で言葉になりません。それでは歓声山のスタジアムからお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。